掛け狂いですね。掛け狂いっていうのはですね、割とまあダークな話なんですけれども、まあ内容はね、一言で言っちゃうと、あの福本さんのね、怪事なんですよ。本当に怪事みたいなもんで、本当にあのギャンブルやる話なんですよ。でギャンブルやるんだけど、怪事と違って、怪事のやっぱ弱点は福本さんだということなんですよね。絵が福本さんで、怪事がこうなんかでかい花でざわざわざわっていう、あの怪事の魅力が怪事の弱点でもあるんですけども、基本的にこう女の子がいっぱい出てきて、割となんかエログロな雰囲気でやってくれると。あ、顔芸枠という、まあ、コメントがあるけど、そうですね、顔芸アニメですね。その意味ではね、顔芸アニメっていうジャンルが、そうか、去年か一昨年ぐらいからなんか出てきたような気がするんだけども、ダークな雰囲気で怪獣を絵にしたアニメですね。ギャンブルの強さで学校内の地位が決まるという、まあ極端設定のアニメです。思い切ってね、ギャンブルっていうのはクレイジーなもんなんだと、頭がおかしいっていう風にやっちゃってるのはね、あのかなり気持ちがいいです。あとこれ、あのクローズアップにしてもらったら分かるんだけども、スカートが独特の柄してるでしょ。でこのスカートのこの模様が、男子生徒のスラックスも全部この模様なんだけどさ、意味なくこの模様を正確に描いてるんだよ。だからこの服飾の部分だけね、やたらね、デジタル使ってるのかどうやってるのか分かんないけど、やたら綺麗に動くのがね、なんかこの世界の気の狂い方を表しててなかなか好きなんだけども、まあただこういう極端な設定ものっていうのは、最初のね爆発力はいいんだけどもね、失速が心配なんだよね。なのでですね、まあ泣きの竜みたいにギャンブルといえどもヤクザ構想ものっていう違う世界にずらせるようなもんじゃないのでですね、ちょっと失速が心配ですけど、今のところまあ楽しく見れてますというですね、今期のですねアニメのですね、俺のまあおすすめは、今のところは掛け狂いは割といいよっていうやつですね。